みなさんこんにちは、くみきこと船山くみこでーす。こんにちは、こんばんは。今日はですね、2020年の、独断と偏見で私が選ぶ、私が本当に良かったなって思うベストコスメを紹介していきたいと思いまーす。はい、というわけでですね、今日も使っているアイテムなんですけれども、なんか本当にこれは使ってよかったなとか、使いやすかったなって思うものを紹介していけたらと思うので、よかったらご覧ください。まずはじゃあ色物編、私が良かったなと思うアイテムランキング5を紹介していきたいと思います。まず5位はですね、こちらです。すごくない？ピントめっちゃあった。セルボークの、アイライナーです。ちょっと茶色っぽいカラー、赤茶っぽいカラーなんですけど、こんな感じの色味をしております。なので目元はくっきりと印象を強く見せてくれるけど、優しい感じの強さにしてくれるので、結構私はすごい重宝してました。実際に今日も使ってるんですけど、目尻のところは、しっかりとリキッドのアイラインを引いて、この目頭から目に沿った部分のこの目尻のところ、はみ出さない部分までは結構このアイライナーのペンシルを使っていることが多いです。あとね、これ隠しライナーにも使えて、目のこの下の部分とかにも私結構入れてたんですけど、ちょっと垂れ目っぽくしたい時とかに目尻のところに入れると、さりげなく強さを出してくれるので、結構隠しラインにもすごい重宝しました。続いてルルルルルルルじゃーん、こちらはですね、チークですね。翼ちゃんからいただいたばかりなんですけど、めちゃくちゃよくって、すごい感動しちゃったので、まだね、使い始めて間もないんですけど、4位にランクインしました。私の中で結構ね、発色しっかりとほっぺにのせると、おー大丈夫かなと思うぐらいしっかりとのるんですけど、手でトントントンってなじませると、見えるかな、このなんか優しい感じにほわっと色づいてくれるんですよ。ちょっとね、くすみカラーなので、大人でも使いやすいっていうのが嬉しいポイントですね。はい、ちょっと一回暖房を切ります。はい、そしてですね、続いては3位を紹介していきたいと思います。ソルテッドキャラメルミニアイシャドウパレットです。トゥーフェイスドですね。私イエローベースなんですけど、イエベさんだったら本当に捨て色がないってぐらい全部しっかり使える色で、ちょっと全部乗せていきますね。この順で乗せていきます。じゃん、なんかただ汚いだけみたいになっちゃったんですけど、全部ね、結構しっかりと発色するんですよ。私は結構秋冬はもう、ここ1、2ヶ月かな、ずっともうこのパレットでほとんどメイクしておりました。すっごいポイントになるのでおすすめです。続いては第2位です。トーンのフラワーダストアイシャドウです。とにかく時短にめちゃくちゃ最高です。ピッて塗るだけですごく発色も出ますし、なんか重ね塗りしてないのに重ね塗りで作ったかのようなアイシャドウの質感が出るので、楽、時短、メイク映えするっていう使い勝手のいいアイシャドウでした。しかも反対側にラメがあるんですけど、ギラギラしすぎてなくって馴染みのいい感じなんですよ。見えるかな。で、アイシャドウはちょっとオレンジ系です。はい、こんな感じです。さっきのね、紹介したセルボークのアイライナーともすごく相性がいいので、もうこれとアイライナーピピってやって、目尻ピってやって、マスカラちょちょいみたいな感じですれば、本当にアイメイクは完成してしまったので使いやすかったです。はい、そしてラスト第1位を紹介します。でくる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 、でん、ヒンスの G002 のメローですね。パウダータイプなんですけど、すごくしっとりとした質感で、触るとね、押される感じ。これだとパウダーですし、すごい肌に密着するし、ナチュラルに、ちょっとツヤ感も一緒に
与えてくれるんですよ。でしかも色がね意外とつかないっていう、チークをポンってつけるっていうよりかはほんのりとしたチークっていうのを楽しみたいなと思うようになったので、まあ、立体感と血色をほんのり与えてくれるチークっていうことで、すごいこれは1位に輝きました私の中で。はい、という感じでこちらの5点が私の色物ベスト5になります。続いてベースメイク編いきたいと思います。第5位はこちらです。 BA ポーラ BA のライトセレクターです。日中日焼け止めですね。日焼け止めクリームだけどちょっと乳液っぽい感覚でもあるので、で、肌がすっごいしっとりするので、すごい重宝してました。あと今年はね、本当に私もめちゃくちゃゴルフに行ってたんですね。老化の敵、紫外線がすごいまあたくさん降り注いでくれるんですよ。こういうアイテムでしっかり日焼け止めと、まあインナーケアから日焼け止めをしておりました。はい、これね、ランキングつけてるけど正直なところ、なんか全部1位かも、私の中で。次は、こちらでーす。ムーのスキンスムーザー BY です。マーブル模様です。これは、塗る油取り紙って言われていて、ファンデーションしなくてもめちゃくちゃマスクの中蒸れて、毛穴が開いちゃってたりするじゃないですか。だけど、このスキンスムーザーをつけると、本当にね、毛穴が、トゥルッってしてくれるんですよ。私はね、ちょっとどちらかというと、あから顔になりやすいので、あと保湿効果を求めてブルーを使っておりました。はい、続いてルルルルルル3位、チャラーン、こちらです。リトリンのパウダーです。こちらエレメンタリーフェイスパウダーオーカですね。これはですね、すっごく粒子が細かくって、日本のブランドなんですよ。なのですごく日本人にのお悩みにも合っている感じするのと、まあ、天然素材ですごい作られているオーガニックのパウダーなんですね。で、私は結構炎症が本当に今年今季起きやすかったので、まあ、炎症を抑えられるようなパウダーを見つけたんです。それがこれなんですけど、ですごく粒子も細かいのでこんな感じです。ちょっとピンクがかったパウダーにはなってるんですけど、本当に粒子が細かいのでこうやってつけた時にもうサラッとすごく馴染んでくれます。しかもこれはなんか塗れば塗るほどその炎症を抑えてくれるっていう効果もあるみたいなので、まあ、そのお化粧しながらスキンケア感覚で使えるっていうのがすごくいいなと思って、この子第3位にしました。続いては第2位です。ヒンスのハイライトのライティング LT001 です。のライトですね。ツヤ、肌が今年はまあすごくトレンドだったんですけど、その中でもコスパがめちゃくちゃ良くって、そしてメイクの仕上がりがいいっていうので、私はこれを2位に選ばせてもらいました。こんな感じ。私の血管がよく見える。ちょっとだけ光沢も入ってるんですけど、と、まあ、バーム感がある感じですね。で、今日私もこの目尻のところとかにも入れてるんですけど、こういうね、ちょっと頬の高いところとかにのせてあげると、鼻とか顎とかにのせてあげるとすごくね、ツヤっぽさがとてもすごくお気に入りです。そして第1位のベース編です。これはね、なんだろう、去年全く買えなかったんですね、ベースメイクって。メイクアップフォーエバー一筋みたいな感じだったんですけど、まあなんか年齢もね、もうすぐ30になるし、肌作りっていう部分をいろいろと挑戦していきながら、まあその今後どういう肌作りをしていくかっていうのも、新しい挑戦をしつつ、まあ、見つけていこうっていう、まあ一年だったんですよ。なのでいろんなファンデーションを使って、たんですけど、その中でも感動したファンデーションをご紹介します。こちらです。ジョンセンムルのマスタークラスラディアントクッションファンデーションでございます。まあ、これは一番その売りポイントが
くすまないっていうところだったんですけど、まあ、夕方とかになってくるとちょっとねくすんできたりとか、なんか疲れ顔になっちゃうっていうのが結構私のもあって、実際にですごく悩んでたんですよ。でマスク生活が多いから、マスク取った時になんかあれ肌ちょっとボロボロじゃないって思われるの、ちょっとなんか自分の中で残念だなって思ってた中で、まあいろいろ試して、すごく私がの中でヒットしたアイテムになるんですけど、本当に夜までくすまなかったです。くすまないし、まあ、ちょっとねお直ししようっていう時とかに簡単に結構その崩れたメイクの上からでもすっごいお直しして、ぐちゃぐちゃにならなかったんですよ。私の中ではめちゃくちゃベスト1位に輝いております。はい、というわけでこれがベース編でした。はい、リップ編をしていきたいと思います。まあね、実際につけて行こうと思います今日はね。ちゃくん、最近ねちょっと手作りご飯にしてみたんですよ。手作りご飯簡単だよっていうの聞いて、え、そうなのと思ってトライしてみたら、ちょっとちゃくん痩せたんです。ちょっとだけ、わかりますか。はい、というわけでやっていきたいと思います。じゃあですね、まず第5位から紹介していきます。トゥーフェイスドのメリテッドリキッドマットロングウェアリップスティックシナモンベアリップカラーでーす。私あんまり赤いリップってつけないんですよ。なんですけど、この赤リップだったら使えました。なので、これは第5位です。で、これはですね、私、まあ、全体につけると結構やっぱり、しっかりした色づきになるので、こう真ん中に塗ります。こんな感じ、真ん中に塗って、でちょっとなじませます。なじませたら指で伸ばす、こうぼかしていく感じですね、外側に。はい、こんな感じです。今日のなんか服にも合ってますね。これは結構マットなリップなので、私はすごく唇が乾燥しやすいので、こまめにリップクリームは塗ってました。なんかじゅわっとにじむ感じで、パキッとしすぎないのですごいお気に入りです。はい、続いてメイクアップフォーエバーのアーティストリップブラッシュ。マスクで落ちない、落ちづらいっていうのはもちろんなんですけど、もうマット系で可愛いっていうのと、なんか優しめなピンクなんですよ。女性らしくしてくれるのと、このね、形が好き。リップラインがめちゃくちゃ取りやすいです。やっぱり雰囲気変わりますね。はい、こちらが第4位です。なんかすごい唇お化けになってきた。続いて、第3位でーす。ピンスのですね、マットのタイムレスです。マットリップすごいたくさん買っちゃったんですけど、その中でも私、ピンスのリップは3本ぐらい買ったんですけど、一番自分の肌にも合ってたし、まあ今したいテイスト、雰囲気にも合ってたリップになってます。こんな感じです。はい。そんなにね、メイクバッチバチにしたくないけど、なんかちょっと華やかさが欲しいなって時とかに、ささっとこのリップを塗ると、すごいメイク感がちょっと加わるので、アイメイクとかをあえてラインとか、ちょっと薄めにした日とかに、なんかつけるとおしゃれ感が増すリップでした。続いては、第2位でーす。第2位はこちらでーす。じゃらーん。これは薬局で見たことある人も多いんじゃないかなと思うのですが、リップなんですよ。色がすごくきちんとつくリップクリームっていう感じです。唇にそんなに負担を与えずに色づいてくれるので、なんか本当に気軽にチュチュチュって塗れるので、すごいお気に入りでした。こういうリップバームで色ついてるものってそんなにおしゃれな色っていうのがないんですけど、これは本当におしゃれ。ちょっとテラコッタっぽいカラーになります。本当にこれは良きです。という感じになっております。これ難しいね、1位決めるの。でも今現在で私がよく使うリップの、まあ、ランキング紹介っ
ていう感じにはなります。という感じで第1位を紹介していきたいと思います。第1位はチャラーン、こちらです。トゥーフェイスのドのメルテッドリキッドマットロングウェアリップスティックパンプキンスパイスでございます。すっごい色がねしっかり発色します。で、なんとも言えない、ちょっとオレンジっぽいんだけどピンクっぽくも見えるし、なんかその時の洋服によってとメイクによって結構雰囲気を変えてくれるリップだなと思ったので1位に選ばせてもらいました。違いわかりますかね。わかるかな。なんかすごくマットなんですけど浮きすぎず浮かなすぎずみたいな、なんか本当にね顔を華やかにしてくれるんですよね。なんか全体的にツヤメイクがすごい好きなのでツヤで作ってるんですけど、唇でこうキュッと締まる感じがこのリップをつけると加わるので、すごい私はめちゃくちゃ今季お気に入りベストコスメ第1位に選びました。はい、という感じになっております。まあね、結構その私は家出なのでブルベさんってなったらリップの色味っていうの変わってくると思うんですけど、まあ、結構その甘めのファッションだったりとか私と同世代の人とかは似合う色なのかなとも思うので、よかったら参考にしてもらえると嬉しいです。よかったよっていう方はグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。もちじゃくんはめちゃくちゃゆったりモードです。ずっと膝の上で寝てましたね。どうでしたリップ？めちゃくちゃ気に入られました。というわけでまた YouTube でお会いしましょう。いつも見てくれてありがとう。